皆さんこんにちは。スコットステージで残しておいたロケットベルトからスタートだ。そういえば前回から匂わせている例のあれってコンパートに収まったんですか？おかげさまで導入部分だけちょっと入ったよ。スコットステージのロケットベルトの対象物はライン上なので見やすい。でもちゃんと触れないといけないので結構大変そうですが。意外と触れられるもんだよ。ロケットベルトの最大のミッションは着地だからね。ロケットベルトに限らず全部着地が重要な気がしますが、その点64万のミッションは豊富だったね。激ムズだったけど。やらないんですか？64番クリアできる自信がないな。ボーナスステージの足場はステージ4に行くにつれて難しくなるよ。64みたいにホバリングがないからその場にとどまるのはちょっと難しい。ちなみにボーナスステージを目指す意味は？今回の場合は特にない。ただボーナスステージを駆使するとミッションを一つぐらいやらなくても済むようにはなる。結局成功しないといけないからリスクは大して変わらないんだけどね。ポリゴンゲンよりも座標を合わせるのは難しそうですね。技術的にはすごいんだけどね。ボーナスはバードマンステージですね。バードマンってスーファミ版からあったんですね。こちらはあくまでボーナスステージだから自由に飛べないけどね。 E を取ると点数が手に入るけど、最終的にはプール内の点数に飛び込むのが目標。海に落ちてもペナルティーはないけど、ボーナスステージは終了になります。スーパーファミコンの拡大縮小と回転機能を駆使してる感じですね。なくてもソフトウェア上でなんとかなるらしいけどね。でもまあ命令の一つとしてできるなら楽ちんだし負担もかからないしね。 RPG スクールを年々買い替えている人はありがたみわかると思う。スクリプト使うようになってから逆に限定的な機能しか使えなくなってますけどね。さて点数的にはもう十分だけど、せっかくなら高得点目指したいよね。その意欲をもう少しカービィに向けてほしいのですが。ディスカバリーは個人的にベストを尽くしてたけどね。30点はさすがに無理だったか。100点を超えることってあるんですね。ボーナスを使えば全然あることだね。ただボーナスをコンスタントに取れるなら、そもそも点数には苦戦しないはずだよ。さてこのゲームの顔とも言われる黒出しのステージです。このスクールの講師の中でも最年長の49歳。大ベテランですね。ちなみにさっきのスコットは31歳。まさかの年下。黒田ステージのライトプレーンは滑走路横にあるリングをくぐってから着陸という危険極まりないステージ。そんなことが必要なシチュエーションってあるんですか？まあこの後すぐにわかることなんだけど、この人単車の免許しか持ってないから飛行機のことよくわからないんじゃない？なんでそんな面白設定がゲーム内に存在するんです？紳士淑女向けの大人のゲームという皮をかぶったバカゲーだからね。そもそも単車の免許しか持ってない人から与えられるライセンスに何の意味があるのかって話だけど、このゲームをクリアするとフライトクラブという団体そのものが仮の姿だということに気づくのです。さっきから何を言っているのです？まあプレイしていればわかることです。こんな低空飛行危ないだろ。そういえばマイクロソフトのフライトシミュレータってまだあるんですか？2020年に14年ぶりに新作出たらしいよ。かつてはどのハードオフにもあのコントローラーを置いてましたからね。だいたい古のゲームポート使うタイプだから変換が大変だけどね。そして未だにサウンドブラスターの内蔵サウンドカードって存在するんだよね。マジかよ。
動画自体はあとは着陸するだけと。難易度の割に無駄に時間がかかるミッションですね。風景変わらないからレーダーを頼りにね。私はもっと苦労してた記憶があるんだけどな。着陸に手間取ってちょっとやばいかも。めっちゃギリギリですね。ギリギリでも着陸できればいいのだよ。単車の免許だけの割には随分辛口ですね。あなただってオートマ限定じゃないですか。別に不便はないんだけど、免許更新のたびに正し書きが増えていくのが気になるね。カリキュラムがすっきりしているのは好感が持てる。意外とスカイダイビングは風の影響を大きく受けるよ。リング全然取れないですね。スカイダイビングではあまりリングボーナスを狙わない方がいいかもね。もちろんボーナスを狙っていくぞ。気持ちスコットよりも優しそうですね。的も一箇所にまとまってるしね。リアルといえばそうなんだけど、地上近くなると周り視界が限られてくるのが辛いね。ボーナス違うんですね。スカイダイビングはペンギンがプールに飛び込むメルヘンチックな世界観になるよ。でもペンギンは実はプレイヤーが着ぐるみを着ているという設定だ。これってフライトクラブなんですよね。表向きにはね。黒田はぴったり100点じゃないと泣かない。泣くんだ。あと2つミッションはあるけれど、どちらかで74点以上取ればいいんですね。逆に低得点で2つクリアするのもよし。ロケットベルトはいつも通りかな。対象のリングがちょっと高い位置にあるぐらい。そのおかげで背景が空になるので見やすいですね。ミッション攻略については2つ得意なものを作っておけばクリアはできる感じかな。ロケットベルトは64番ほど燃費が悪くないから誰でも高得点が狙えると思う。64番はロケットベルトに限らずすぐ燃料切れするイメージですね。リングの動きが足したようだけど、プレイ上はあまり意味を持たない。そしてこの位置ということはやっぱりボーナス狙いなんですね。せっかくだからボーナス入りたいね。 LR ボタンで視点切り替えできるけど、ロケットベルトに関しては視点を切り替えたところでって感じでもある。放出力バーナーをうまく使えばホバリングとはいかないまでもある程度静止することはできる。逆にフライングマンは視点切り替え使わないとまともに攻略できない。意外と難易度が高いですよね。100点だけ取ってボーナスは捨てるって考え方をしても悪くないと思う。というか実機だとまともに攻略できなかった記憶が。当時と比べるとテレビも大きくなりましたし、コントローラーのコンディションもいいですからね。スーファミソフトは割と連打とかコントローラーを酷使する仕様が多かったからね。そして何より純正もサードパーティーも方向キーがおかしくなることが多くてな。プレステだとそのあたりが劇的に強化されてるから快適だった。プレステではカービィ出てませんからね。体型だけなら頑張れ森川くん2号かな。違います。
ど真ん中。ということで平和にオーバーキルしてしまいました。さて次ステージが私が最も苦手な乗り物が登場するのです。なぜフライトクラブに麻薬シンジケートが登場するのです。ということで次回に続きますぞ。君たち後楽園遊園地で僕と握手。